をご紹介しましょう。最高は南米市とともにさらなる高みへ、一番ダブルが東京は1460キロまで向かいからマイナス2キロ、アンチョーパティングが現象するのアンチョーパティングした途中で今は48キロまで全体からプラス2、まずは勝つのは57キロダービー初出場です。経験すでに10年を出しますが、まずは462キロプラス中、ロケマンの日は無視もない緊張なめてないですけど、特急の周りで東京を発揮、ジャンプ1位へ1位に勝負、仕組みの発進1位への移動し、ロケマンシルサイド支店の山島聖子を取り込みました。この記録マイナスの6倍上がりをつけ無視もない、やばこの記録は全てこの記録からです。6番佐藤さんは6キロマイナスの上がり無視もない、さらなる成長を求め松木翔は2番区間へ7番アンカー516キロマイナスに松田は無視もない、駆け抜けたレフルから1点の総決算8番トラスト472キロ変わらず、ダービー初騎乗単体優勝を信じない今日はその末脚に全てをかけます9番マイネルスケレー450キロプラスと芝田は1号式を並び採点に伝わる本番リンクとヒーデルへ10番ベストアプローチ474キロプラス6岩手安田2号式を並び世代の頂点まで7号式11番選手が並び478キロマイナスに佐々木啓太号式を並び12番デイレオロ480キロマイナスのクリストフ・メール更新から金様悲願の勝利へ入っていれば整いました。大一番での逆襲へ陣地を尽くしました13番カテナ450キロプラスに戸田雄一更新から金様距離延長を乗り越えて14番ジョーストリックリン550キロプラス中内田雄一更新から金様アルセン中央の指導今日の勝利を15番ライナーキャブリー480キロマイナスに北村博士の新大記録バグの終わったアルシを含め16番休憩41キロ変わらずダービー初勝利クラシックスキーを止まりましたが隣を更新から決めたと人気がいりません。残るは A4 17番ビッグライト472キロプラス6松岡正に更新から決めた人物など関係なし全てを流して4連勝の頂点で18番アドリアル514キロプラス4ミルクレグルの57キロでの騎乗です。以上18頭によります東京競馬10レース東京優秀第8勝の前に本番に1番下の400メートル戦さあ多くの暑さが入ったのでしょうか。出走メンバー18